厚田駅は愛知県名古屋市厚田曇森後町2丁目にある東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は CA65。運行形態の詳細は東海道線を参照。1886年3月に開業した。厚田塾や厚田神宮があったことにより、厚田は古くから賑わった。厚田駅の設置された頃は周辺が 足柄家の名古屋駅に比べれば、当駅ははるかに名古屋の玄関としてふさわしいものであった。しかし1913年に愛知電気鉄道の神宮前駅が近くに設置されると列車本数が劣勢だったことなどから賑わいを奪われて次第に錆びれていくようになる。かつては当駅と名古屋駅との間に駅はなく有料急行が運転されている時代は一部の 急行列車が、それ以降は、快速列車が停車していたが、隣の金山駅が1989年に、総合駅として整備されると、その地位を譲った。ただし、厚田神宮が最寄りに所在するため、正月三が日の快速系列車の臨時停車は、2019年、現在も行われている。残された広い構内や留置線は、名古屋駅や金山駅の設備に収容できない。 改装車両の改装先及び待機場所として使用されている。例えば特急、白鷺用の車両は終点の名古屋駅で乗客を降ろした後あたり駅まで改装され、理念交換などの車内整備を行った後、再び名古屋駅まで改装され、同駅始発の白鷺となる。竹豊駅を起点とし、 半田線などと呼ばれた路線の終着駅として1886年3月に開業した。厚田は東海道53次最大の宿場町であり、駅は町の東側にあった。現在地より南に約1 5 7トルの位置で厚田港に近く鉄道と水運の連絡駅だった。1896年に厚田駅は厚田神宮近くの現在地に移転した。 移転に伴い厚田港から離れたが、小人川への運河を建設し、港との連絡を図った。この運河は、その後の名古屋港駅や白鳥駅の開業により、利用が減少し、埋め立てられた。駅の移転に伴い建設された二代目の駅舎は、太平洋戦争中の1945年5月、厚田空襲に相承失した。この日の空襲では、 厚田神宮の社殿や笠寺駅駅舎なども消失した。1947年6月に3代目の駅舎が建設され、1982年10月に4代目の現駅舎に改築された。開業時より鉄道貨物輸送の拠点駅の一つであり、有害車用車圧会ホームが駅構内に設置されていたほか、日本車両製造本社工場や内外輸送名古屋支店、 中京倉庫などへ続く専用線が存在した。1980年代前半に合理化のためすべて廃止され、一部の業務は名古屋貨物ターミナル駅へ統合された。1970年代には、逼迫する名古屋駅の機能分散のため、当駅構内に大規模な小荷物取扱施設が設置され、名古屋駅の小荷物機能が移転した。 小荷物取扱いは1986年11月までに廃止となったが、この施設を転用して1980年代後半から1990年代には、当駅がカートレインの名古屋地区の始発、終着駅となっていた。1910年頃の厚田駅、島式ホーム2面に4線を持つ地上駅。ホームの番号は、校内西側から付けられており、1番線から4。 番線まで存在する1.2番線が下り列車用、3.4番線が上り、列車用で2.3番線が本線、1.4番線が対比線となっている。この他にも旅客用ホームに接しない線路があり、1番線西側の2線は対比線、4番線東側の2線は行き止まり式の留置線となっている。この対比線、留置線は特急、 白鷺飛騨の折り返し回送列車や通勤輸送用の電車が留置されている。また、一番西側の大比線に接したホームは、1979年3月から全面稼働した小荷物取り扱い施設のホームの一つであり、このため駅舎につながる旅客用の階段などはない。現在は使用されていないが、カートレインが運行されていた当時はこのホームで、 乗用車の積み下ろし及び旅客の乗降を行っていた。駅舎と二つのホームは古泉橋でつながる。バリアフリーには三台のエレベーターと改札と古泉橋の間をスロープで結ぶことで対応している。校内の西側にある駅舎は2階建てで、駅事務室、改札口は2階にある。名古屋鉄道神宮前駅とは異なり橋上駅舎にはなっておらず、校内の東側に 駅舎も設置されていないため、直接名鉄の線路を越えて、駅の東側へ行くことはできない。JR 東海の直営駅だが駅長は配置されていないため、金山駅が当駅を管理する。JR 全線切符売り場、自動券売機2台とか、チャージ機も設置されている。JR の特定特市内制度における名古屋市内の駅である。 一番線及び四番線を使用する定期旅客列車はないが、名鉄神宮前駅付近で本線から分岐する長い退避線のため、貨物列車の退避がよく行われている。名古屋市東計年間によると、当駅の1日平均乗車人員乗車人員は以下の通り推移している。長い歴史を持つ鉄道駅だが、現在では拠点性は高くない。 当駅から名鉄神宮前駅にかけて、大津通り沿いに、神宮前商店街がありかつては、厚田区一の賑わいを見せたが、賑わいは、金山駅周辺に移った。2021年7月1日には、駅前に、名古屋市 A バスの開転場が開業した。神宮東門が終点となる一部のバスが、ここまで改装されて折り返している。厚田駅前交差点の西側に、 厚田駅西北側に厚田駅南側に厚田区役所バス停留所があり南へ500メートルのところにある名鉄の神宮前駅西口にも当駅への案内標識が出ている当駅からは厚田区役所停留所が最も近い正月三が日の初詣期間中は厚田駅前交差点から南側で交通規制が行われるために 厚田区役所停留所は休止となり、同停留所は、神宮東門停留所の北側臨時停留所として、使われる。ありがとうございます。